かすかな風を感知。どうやらさらに下に空洞があるようだ。ディアンヌはここで待機しててくれ。みんな気をつけてね。バン、鼻くそ飛ばそうとしているな。お前見えてるのかよ。地下にまだこんな空間があったなんて。空間そのものは数万年以上前から存在。なんだここは。団長、礼を言わねばならんな。お前のおかげで赤き魔人の力を手に入れられたのだ。いつの血の反応にはどんな生物も耐えられないのでな。これは数年前に発見された灰色の魔人だよ。素晴らしいだろ。もう少し研究の時間は欲しかったが、今の理論が正しければ。こいつまさか、バン、ダメだ。ヘンドリクセンなのか。あいつはもう人間をやめた。なんだこの衝撃は。メリオダス、このおぞましい魔力を。まさかヘンドリクセン、化け物が。でもあの面影。こいつの狙いはエリザベスだ。キャッチさせるな。ダークスの。大丈夫か。素晴らしい技だが、避けることは造作もない。ジェリコの仇だ。思い知れ。キアーイスバーグキングトレード。大抵の決意。気を抜くな。ダメージを与えたはずだが。一騎当選と謳われる王国聖騎士たちの誇りを見せろ。これ以上誰も犠牲を出したくないの。ライジングメテオ。バンクネブ。逃げまで殺してしまったか。大した男だ。メリオダス様。エリザベス、逃げ。メリオダス、お前はやはり危険な存在だ。団長。団長、俺以外の奴に殺された。お前を救う者は誰もいない。いや、いる。このホーク様がな。しょうがねえだろ。早くどけ。ああ、こんなことなら腹いっぱい残飯食っとけよかったぜ。下等な家畜ごときに命を救われるとは大した悪運だな。あんな気のいいやつをよくも。クソが。この忌々しい魔力は、まさか。同じようなことが起きたの。その時はこれほどのものではなかったけど、ジウェンがあの子のために木から落ちて重傷を負った時も、自分自身はとてつもない魔力を宿していることに。エリー、目覚めたか。ドルイドの巫女に流れる血が。こんな魔力感じたことがない。エリザベス王女様。エリザベス、あなたに何が起こったの。聖騎士たちを裏切り、多くの命を奪って、古の大戦で我らを封印してくれた四種族への報復を。ちっ、まずい。これ以上食らえば。アークネビ。奇跡の光が王都を包んでいる。この光はメリオダス様。みんなひどい傷を負っていたのに、なぜ。俺死んだんじゃ。奇跡だ。頼むから目を。絶対。エリザベス、頼む。保釈な娘だ。もっと早々に殺して血を奪っておくべきだったが。体の震えが止まらない。諦めんな。七つの大罪がいる限り
これが伝説の騎士団の力。ホークちゃん、ずっとそばにいるからね。セル、あれをやる。全員に伝達を頼む。団長、クォーゼルはもう。ブロードキャスト。本当にいいの？さあみんな、行ってみようか。魔力を解いた。何のつもりだ。雷帝の鉄槌。私のみに的を絞る余裕は。ライジングトルネード。よし。お前の相手は俺だ。なるほど。エリザベスの力で回復したのはあくまで体力のみ。あんまり俺をなめんな。まずい。大将、この私が全てを破壊し尽くすというのに。そうはいくかってな。無駄なこと。なんだこの魔力は。リベンジカウンター。俺の計算だと、この技を受けたお前の生存確率は 0.2% だ。頑張れ。ねえかヘンドリクセン、お前はくだらねえ力と引き換えに大事なもんを全部捨てちまった。それがお前の罪だぜ。我ら聖騎士に厳しい裁きを。道を踏み外しました。分かった。では沙汰を下す。お前たち全員、これから当面休暇はなしとする。今こそ王国聖騎士として、一刻も早い王国の復興と民の救済に尽力せよ。そして七つの大罪を。僕たちは友達のために当然のことをしただけだよ。エリザベス、お前は本当に強くなった。よくぞ一人で七つの大罪を探し出してくれた。大切なお友達だったのに。お前にはひでえこと散々言っちまったな。ダチじゃねえなんて。だが結果的にはラッキーだった。あの場面で団長が死ねば俺たちの勝率はかなり低くなったが。ならしばらく黙ってろクソメガネ。勝手に店辞めたら許さねえぞ。お前の代わりに誰が残飯片付けんだよ。その言葉忘れんな。おお前生きてるのか。エリザベス、メリオダス様もです。いつも無茶ばかりするんだから。ベロニカ姉様、どうして姉様が。だってバイゼルで皆さんと別れた後、突然目を覚まされたのです。ところで師匠はなんでこんなちっちゃくなっちまったんだ。謎。小闇の棺がどこにもない。ああ、魔力を使っていろいろと調べてみたが、まるで反応が。アーサーには留守にすると伝えてきた。お、ボアシン・マーリン、七つの大罪としてしばし同行しよう。